海外のシティポップブームに乗り、松原みき、真夜中のドア、ステイウィズミーに世界中の音楽ファンが熱視線。松原みきが1979年11月にリリースしたデビューシングル、真夜中のドア、ステイウィズミーが今世界で話題となっている。海外を中心にサブスクリプションサービス Spotify では直近1年間で460万回、Apple Music では100万回以上の再生回数を記録。特にインドネシアでは1ヶ月で3万回再生を記録したほか、タイ、マレーシアでも再生数が大きく伸びているという。さらに、世界の Apple Music J、ポップランキングにおいて12カ国で1位を獲得、合計47カ国でトップ10入りを果たした。ここ数年、日本の70、80年代のシティポップが世界的な人気となっている中、1980年代前後のカタログを中心に選曲するプレイリスト、オトラボシリーズの第1弾、一人でしんみり聴きたい、昭和女性ポップスでも、真夜中のドア、ステイウィズミーを紹介。公開から約1ヶ月で、アメリカで15万回再生を突破した。国内でも、岩崎宏美、広瀬香美、中森明菜、稲垣潤一などのそうそうたるアーティストがカバーしてきた、真夜中のドア、ステイウィズミー。さらに最近になって、人気女性声優の中島愛や水王者、藤風羅もカバーしている。また、先月、日本デビューを果たした、インドネシアの人気 YouTuber、デイニークをはじめ、日本語カバーする、海外アーティストも登場。海外で爆発的ヒットとなっている松原みき、真夜中のドア、ステイウィズミー。日本のシーンの反応が注目される。